はい、どうも、イゾロビーズです。まあ、サイアップですね。まあ、まあ、だいたい90から85キロまで、まあ、落とさねばならないな、なんて今年は思ってて、まあ、こんなの作りました。まあ、一応豆腐、玉ねぎとこれが好きなんで、ポン酢と玉ねぎのスライスですね。はい、で、まあ、一応食材が腐りそうなんで、スパゲッティかなり大盛り。に見えるけれども、まあトマトとこれ、まあサラスパ風、スパサっていうのかな、風ですね、の、まああれだですね、まあ一応水菜、トマト、なんだっけ、ドライガーリックだっけ、ドライオニオンだっけ、まあ一応あとはスパゲティと、で下にキャベツがあって、まあ水菜でかけてあるのはポン酢と、玉ねぎドレッシングでちょっとあっさり風ですね。で、まあ、あと、味噌汁ですね。まあ、一応なんかやっぱり、もともとはあんまり昼飯を食べない食生活にで、まあ一応それにも近しく戻ってきて、まあ一日2食でやってます。まあ大体胃袋もそれで落ち着いてきたんで、まあこれでいこうかなーっていう感じですね。はい、どうも、イズログイズです。で、今回はこれダイエット飯。まあ男のね、料理だけど。まあそうだね。まあこれはクリスピーオニオンか。クリスピーオニオンと、まあ下に、ちょっと色悪いけどレタスとキャベツと、ヌードルスライスの人参と、まあ玉ねぎと、で、まあかかってるものはポン酢とオニオンドレッシングですね。ちょっとあれ厚揚げ。まあ、賞味期限が5月6日ですね。はい。今日が5月の9日なので、まあ大丈夫でしょう。あと、おろしにんにく、卵、ご飯、まあこれは、味噌汁でしょ。まあこんなもんで、あとは、スライスしたじゃがいもをポテトチップスにして、まあ、料理をしてる最中に食ってましたね。で、まああと、昼、一食、朝昼兼ですね。まあ、この頃、まあ、無職生活も謳歌してるっていうことなんで、まあ、一応85まで落とせるかなって感じです。ではでは。はい、どうも。イズログイズです。まあ、男のダイエット飯だね。まあ、一応、これはうどんですね。まあ、水菜と、人参と、あと、ちょっと満腹感が欲しいんで、こんにゃくをかなり入れてます。まあ、むしろうどん、そばというよりかは、こんにゃくですね。はい。そば、こんにゃく、人参、まあ、水菜、オクラかな。はい。で、これは男サラダですね。めんどくさいから、ぶつ切り、オニオンドレッシング、あと味噌汁。そして今日夜なので、大吟醸でござるな。まあ、これで今日は寝まーす。はい。イズログイズです。はい。今日はダイエット飯が何回目だったかな ?3 回目かな ?4 回目かな?はい。まあ一応ご飯と、まあ水菜、大根おろし、揚げ豆腐。で、これは何で煮込んだっけ?麺つゆで煮込んで、で、卵1個溶かしてます。で、なんかもっとこう、いり卵っぽくこう、不安ってなると思いきやまならなかったって話だね。で、必ずサラダはつけるようにしてます。で、合鴨のなんだっけな、業務用スーパーに売ってるあの300円くらいのやつをちょっと解凍するときに解凍しきんなかったからちょっとフライパンで焼いて解凍して今乗っけてますね。あとは千切りキャベツ、レタス、ヌードルカットした人参と、あとはスライスした玉ねぎで、まあポン酢ですね。まあ基本的にポン酢はあっさりしたものが好きなんで、ポン酢をドレッシングとあえて必ずレモン味テイストっていうかさっぱりはさせてます。はい。まああとはお味噌汁ですね。で、まああとは、シェアハウスに来てからまあ、1日1食とか2食になってますね。まあそんな感じです。はい、どうも、イズロクイズです。まあ、ダイエット始めて7日かな。まあダイエットと言えるダイエットにはなってないけども、まあ、こんな飯食ってます。まあ、あとは、今日は蕎麦なんだけれども、まあ、こんにゃく麺多め。と、あとは、そうですね。とろろかな。とろろじゃねえや。オクラか。オクラと、あと、ふき、あと、水菜。あとは、それらを、玉ねぎとか、ち
と腐りそうな玉ねぎとかを、まあ、ぶち込んでます。三、まあ、野菜そばとオクラと人参と玉ねぎをポン酢で和えて、下には麺つゆで煮た油揚げ、まあ、これ2枚やりすぎかな、まあいいんけどね。とりあえず1日2食になってるからまあいいんじゃんとか思うけど、まあ自粛自粛だけど、まあぼちぼちやっていきますわ。